もピューキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日はねこんなコメントいただきました。サムネがベジータになってるトロールコースをやってくださいっていうコメントがあったんですよ。このトロールコースじゃないかなってね僕思うんですけど、これだよねきっと。コメントくれた方もう見てないかな悲しいこと言わないでね、早速始めていきましょう。でクリア率はね 1% 切ってるからね結構難しいと思う。でそのコメントくれた方はねこのコースめっちゃ楽しいってね言ってたんですよ。さあ初見殺しあるんでしょうか。あ、ない感じだね。なんかさ最近僕思うんですよね、考えないでさささささっと行った方がいける説あるくない？ほらこういう風にちゃんと罠に引っかかる。いややっぱり考えないとダメだねまた同じこと引っかかってんじゃねえよ。考えてもさあめちゃくちゃ罠に引っかかるくせにさ、考えないで言ったら多分もうこんなんだよ地下ブロック落としてバブル出してこう、そして右に行く感じでしょ。じゃあここバブル出して速攻右行こっか、こうジャンプ。うわー危ねあんなギリギリ設計にする。ここは左罠っぽくない？なんかそんな気しない？だからこっちが正解。あれね、じゃあここ上でよかったのかな。上行きますね。ブーブー言われたよ。でもえこっち違うの？わ違う、臭いね。あ分かった、よく見たらなんかさ雪だるまあったね、さっき。あの雪だるまの方に行けばいいんじゃないのかな。こっちに降りてこれを持っていく。そう、うわ後ろにアイテム隠してんのか、ずるい。でここでアイテム取ってこう壊していく、うますぎ。でここでなぬ、うわうわ待ってこっち来ないで、なはいやこれは引っかかるでしょ。ワンワンを出してここで回転ジャンプで上に行く、よしイエーイワンワンイエーイ。でここで溶かしてからの、いやここはあれかな、滑っていいかな、滑ったら罠。いや大丈夫、ここはなんか行き止まりあったね。このまま上行こう、ジャッカマン。一旦ここで滑るでしょ、滑ってここで溶かすみたいな。あーやっぱそんな感じだね、下でチャッカマンだね。うわここは一旦チビになって下に行く。いやこのちくわブロックに乗っていこう。何ここ、何このバー、すげえ怪しいんだけど大丈夫かな。一旦チビのまま行っていいかな。あ大丈夫だね、金魚いるね、金魚。ちょっとそっちかーい。でちょっと気になったんだよね、なんかベジータなんだろうね。もしかしてこのコース全部ベジータの顔みたいななってんのかな。そうだったらすごくない？ベジータの顔でトロールやってるってことでしょう。ベジータ知ってる？みんなあのドラゴンボールのねベジータいやもういや知ってるよねさすがに。それじゃあここの土管入って右に寄って寄ってよかったね、右に寄っておこう、そして左に逃げる、よしこれが正解でしょう。そしてオンオフをして右に渡る。多分ねマリオとかじゃないとベジータには太刀打ちできないね、きっと。あのベジータさゴッドベジータみたいなよくわかんないけど多分あれじゃないと太刀打ちできないね。ちょっと待って、犬に負けてんじゃねえよ。じゃあここはキノコ状態を残していかないけん感じだね。なんでここ滑ろ、こっから滑って右に行こう。いや多分これでいける。そして金魚が先に左から来るんで右に避けて左来た。でオンオフをしてこのなんか黄色ブロックなんを壊して、いやドクロコースターじゃん、行け、どこに行け。いやこのまま何もしない、それが正解。それじゃあここドクロコースターで上に行くとこあったね、ここ、よし多分こっちが正解だね。で下に行って中間ポイントあったもんね、オッケー、よっしゃ、なんだダマだ、ひどいよちょっと待って、ここうわ左の方かな、左だった隠しブロック、うわないんだ、うわこっちだけが隠しブロック、うわ惜しいことしたな。で左に P スイッチあるよね、上の方に、あれなんだろうね。じゃあここは、うわあんな綺麗に引っかかる人いる？まあ中間ポイント取っておいてよかったけど、そんな綺麗に引っかかる、なんでそっちもいいんだよ左いないの？あ今度左いないんだ、さっきと違うパターンやんか。じゃあここはどっち、こっち、うわどうしよう、オンオフしよっか、はいオンオフします。意味ないか、押しても、なんでこのまま右行こう、え
え、どうしたらいいの。あ、このクリボンを持って上に投げる感じだね。いけここ上に投げて右に逃げてみようか。この辺、この辺に逃げたらいけるはず。よっしょっけ。そしてこのまま右でいけ、ジャンプ。なんか持ってる、なんか持ってるけど、このバネの意味ないでしょ。上のパンブロック持たないけん感じでしょ。エンジンがやっとかかってきだしたね。でここでパンブロック持とう。でビヨーンでブラッパ倒す感じ。よし、うわここでもバネいるの。バネを上に投げてパブロックを持ってくる感じか。バネを上に投げようか。上に投げてそのまんまパブロック持とう。でここでバネを投げて上に行く感じ。やった、あの果てたブロックを叩けばいい感じね。そしてここ右に行く。うわヨッシーいる、懐かしいね。なんかめっちゃ久しぶりな気がするんだけど、ヨッシーはいらないんじゃない。いやいる感じだね。よしよし取ろう。なんで中身ないのねえヨッシー、どうした。これ上行けないかな。いやいらないんだよな。それじゃあここは無視していこう。もう下は意味ないもんね。でどっち、うわあいつ来るね、こっち見てるもん。なんかある、隠しブロックない。よし大丈夫、こっちで大丈夫。よし大丈夫、よしなんかビューピューとか言ってたけど大丈夫かな。いやここマジで悩ましいね。どうすればいい、これどうしようもないね。わかった、ここをドッスン殺せるじゃん。ここで回転ジャンプ、そしてヨッシーを拾う感じ。なんでヨッシーをどっかやんの。あ、そしてこの子が取れると、中身が復活してると。いや完璧すぎ。でここでよし来た。でここで降りていい感じでしょう多分ね。よしオッケー。でよしララバイして、かわいそすぎあ待って、下ブランコあるね。これこっちが罠と見せかけてこっちが正解。いや大丈夫、なんでお前だけ助かってんだようわここ絶対下正解だと思ったんだけどな。上が正解だったか。でここは、いやこっちで合ってる。すぐ右にダッシュしなきゃいけないっぽい。そしてこのあれを取って、うわチャロップ、よしで上に投げる感じかなこれ。はい、オッケーオッケーオッケー。でドクロコースターしかないね、もうここしかないね。行ってくれ右、よっしゃナイスナイス神経。でこのまま右だね、あれ乗ったらきっといけないよ。うお、いや大丈夫、合ってる、やったいやここはじゃあこのドア入っていこうか。そんで次は、うわ待ってね、うわこれ簡単だね。うん、今左にキノコ振ってきたでしょ、あれ多分罠でしょ。ほら左が正解かな。いやこっちが正解と信じよう。うわめんどくさそう死に耐久でしょこれ絶対。いやでも待ってね、僕こういうの得意だよ。はいはい、リズム系でしょ、リズム天国うまいよバネをくぐり抜けて左に行く感じか。でここもこう、いやあ、これは上かな。あ、上っぽいね。だこれは簡単。なんでそういうことすんのここで隠しブロックは使わないでいいでしょ。制作者誰だ、制作者シエルダさ、読めねえよ、難しい英語難しいんだよ。はい、ここが一番怖い。はい、はい、OK で、こっから上だね。こっから上だったら簡単だね。はい、オッケーオッケー。これしかもさ、上ほら行かしてくれてるね、優しい。でこのドア入ってめんどくせえなここなあ、早くやってくれよ。どうせあれでしょ、なんだそのやり方。じゃあここはここで待っておいて、左、そうこのキノコ取って左の土管に入らないけんね。またなんかありそうなんだよなさっきのコース
もうちょっと考えさせてくれない？じゃあこれは土管入ったらすぐ左に走っていこう。絶対そうだね。考えさせてくれないね、ここで。ここでジャンプ、よし。あれ、こっちで合ってんのかな。これ何？あ、いけたいけたいけたっぽいけど、うわ、どうすりゃいいのこれ。いや、右手やられるね。あ、こっちなんかいけそう。あ、来た来た来た。で、ファイヤーを取っていくと見せかけて私は行きません。あのファイヤーきっと罠だね。ほーら、よし、なんかあると思った。この人あれだね、隠しブロック結構使う系だね。そしてここ右で走っていく。うますぎ。いやー、それじゃあここは走ってって一旦右行って左に行く感じかな。いや、よく見てる私。で、ここで回転ジャンプだね。回転ジャンプでゆっくり行こう。いや、これなんかコインの通り行ったら罠だと思うんでゆっくり行きます。でもここはちゃんと行かないけん。そして木のここって、いやー。それじゃあここは次一発で行くよ。ここであれだね、最後 R ボタン押して上に行く。難っ。一回あつこね当たらないけんっぽいね。なんでここで一回針にわざと当たる。何をやってんだろうね。あ、わかった。こっからジャンプ、こう、よし、こういう感じでしょ。うわ、これは難しいね。よく考えたね。あ、ゴールゴール。いや、ちょっと待って。いや、そうなると思ったよ。だから左行ったんだよ今。ちゃんとみんな信じて、あの左コマンド押してたから。右行ってやべっと思って左コマンド押してたから。もうあれだったらね、もうスロー再生あの多分流さないと思うけど、多分ここのドア入って左押しっぱでいいのかな。よし、多分左押しっぱでいいね。そう、オッケー。そしてゴールはできないよね。絶対できないと思うんですよね、雲があるから。おっ、忘れてたよポン。左のドア入るよ、絶対これが正解。うわ、待って、うわうわ、絶対ここ出てくると思ったよ。もう次こそ一発でいくよ、見ててね。もうこれはフラグじゃないよ。はい、うまい。もう分かってるもんだって。で、ここでちょっと待ってね。はい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 。で、ここでね、隠しブロックがあるんだよね。ほら、うまくない？今日この死に耐久うまくない？それじゃあここなんだけど、右のドクロのとこ出てくるって感じだよね。なんで、右ダッシュしてたらいいのかな。右ダッシュ、オッケー。なんでよ、絶対まずいやつ。またそこかよ。もう嫌だ、もう飽きた。これ別の死に耐久がいい。もう賃貸級でもいいから別のがいいな。もうほら見て、もうめっちゃ上手くない？ほら、うん、こんなんもう雑魚なんだよな。もう僕はこんなのじゃ快楽は得られない。右行った瞬間ジャンプしよっか。はい、よし、これが上手い。で、いや、なんでそうなんの。いや、どうしよう。いや、なんでそこほど感があんのよ。あ、いや、これはまずなんだろうね、これ。ワンチャンゴールへの道かな。はい、いける、あってゴール。やだー、どうなってんの。あ、いや、でもなんかずっと P 押されてるね。っていうことはゴールへの道があれじゃない、開けてる感じじゃない。ほらほらほら、なになになに、次は右に行く感じですか。そしてオンオフして、あの土管に入って、あ、絶対こっちゴールだね。どんな感じだろうね。次はここのドアに入る感じか。何をこれイメージしてんだろう。なんかをイメージしてこういう風にね進ませてるとは思うんだけど。いや、でもめちゃくちゃやっぱ楽しかった。教えてくれた方どうもありがとうございます。はい、そしてね、ちょっととね、まあ、こんなこと自分で言うのもあれなんですけど、もう僕のことがですね、もう好きで好きでたまらないと、もうそういうですね、小学生の、 あの低学年の方がいるんですよ。あのバトルでもどうしても戦いたいですって。で、僕ね、今フレンド申請っていうのは受け付けてないんですよ。なんでね、どうしてもバトルで戦いたいって言ったら、あのノラで戦う感じ、まあ、それはもうすごい確率だよね。ノラで当たるってなかなかないと思うんで、せめてですねコースだけはやってあげたいなと思いまして、このコースやっていきます。Pちゃん激ムズ、うん、僕からしたら簡単ですよ、ピオキングさん、ファンさん。
言いにくくない？ビオキングさんファンさんってこれは一発で多分いけると思います。ちょっと難しいな。でも3段目ぐらいに投げておいて慌てず行っていい。こう。どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。